君が望むなら命をあげてもいい。恋のためなら悪魔に心渡しても悔やまない。その瞳僕のもの、この体君のもの、太陽が燃えるように二人は愛を永遠に刻もう。君が望むならたとえ死の中も、恋のためなら恐れはしない、情熱の嵐よ。噂のつぶても構いはしないさ、体を張って愛する君を、赤い木が燃えるよ。その笑顔僕のもの、この若さ君のもの、太陽が燃えるように二人は愛を永遠に刻もう。君が望むならたとえ死の中も、恋のためなら恐れはしない、情熱の嵐よ。はい、こんばんは。今夜はね、西城秀樹さんの情熱の嵐を歌いました。2017年4月の6日木曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に配信してます。はい、こんばんはね。今日は木曜日、明日は金曜だね。うまくいけば今週は土日休みなんでね、土日予定通り土日休みでしたら、今度は山勝彦ね、久々山勝彦行こうと思います。どうもサーリングさん、こんばんはね。どうもね、お救いどうもね。今週は土日、明日金曜だね。夜が明けて金曜行けば今週は土日休みの週なんでね、休み予定通り休みでしたらね、山勝地区久々、場所はね、丹沢、まあクロムちゃん丹沢ね、丹沢行きますよ。今週は丹沢、土日休みだったら丹沢のね、遠野岳書いてある、遠野岳登ろうと思って。遠野岳はね、これテント場があるんだ、下の方。それで、ね、うん、こんな感じで、うん、大倉山の家ってとこでね、そこで行こう。うん、もうずっと地図見て楽しみだな。うん、休みだったら丹沢に山勝彦行きますね。まあ、ただただ今日はまだね、まだ明日仕事だからね。はい、どうもね。さて、今日もアルコールバーナー行こう。もう遅いから、もう11時半になるからね。はい、今日はね、今日もアルコールバーナーで、トランジアで。どうも。土曜日は今んとこ予報では曇りなんだよね。日曜日の方はね、そうみたいよ。雨は、土曜は曇りのマークなんだよね。わかんないわ。よくだから、曇りを期待しながら。燃料を足して、今日もアルコールバーナーで、いつものビッグ。はい。じゃあ今日は、こんな感じで、今日も食べ物、あの、中華鍋で、ダイソーで買った中華鍋で、まあ、今日のおやつは、簡単で食べ物。今日はね、塩炒めだ。塩炒め。アスパラとね、アスパラとかまぼこ。今日はね、アスパラとかまぼこね。これはアスパラね。適当に切って、まあ、1束、3本分かな。アスパラ。アスパラとかまぼこね、有機かまぼこ。ピンクのやつね。かまぼこ、1枚分。今日は有機かまぼこ。かまぼことね、アスパラの塩炒め。どうも。あ、ゆいさん、どうもね。
かんない、雨がどうかね。今日は、ね、今日はまたこのダイソーで100円で買ったね、ミニ中華鍋で。今日は塩炒め、アスパラとね。あ、危ない。危なかったね。大丈夫。気をつけようね。簡単なもんで。揚げは塩だけで。あ、こんばんは。今日はね、塩炒め。油。サラダオイルで。こんなもんでいいかな。塩炒め。もうそれからさ、簡単に。うん、簡単で。アスパラ。このままでいいかな。アスパラね。結構たっぷりだよね。アスパラです。アスパラ。で、味付けは塩。2回ぐらい切るよ、2回ぐらい。こんなもんいいや。塩。うん、止まらない。アスパラね。アスパラいいかも。まあこれ、ゲットだね、これ。この中華のちっちゃいからね、入れすぎて混ざらないからね。おー、いい香りだ。じゃあ、かまぼこ。あれ、ゆずかまぼこ1枚分ね。1枚分適当に、ね。かまぼこの間、こんがり、ちょっと焦げ目がつくぐらい。かまぼことアスパラの塩炒め、今日は。まあ、彩りがいいね。今日ピンクのかまぼこだからね。ピンクのかまぼこだから、彩りがいいね。もうほとんど出来上がりだ。ちょっと、じゃあお皿持ってこようか。これ持ってきて、お皿持ってくる。今日はアスパラとかまぼこの塩炒め。あ、どうも。おみさん、どうも。今日は、アスパラとかまぼこの塩炒め。アスパラ全部、もう根っこの分も入れちゃってからね。もったいないからさ。まあ、根っこって言っても、普通、まあ、ちゃんとね、全部。よく捨てるしよね、これ。でも、捨てるアスパラ全部捨てるからね。あれよくさ、わざわざ八百屋に売ってるの買ってさ、それ端っこそうするけど、よくこういうことしないから、全部適当に切って。
お、いい感じだ。あ、塩、味付けは塩のみです。ちょっと行ってみようか。多分、大丈夫。やっぱ甘みます。もうちょっと、もう色もだんだんやっぱね、火が通ると色がグリーンになるね。こんなもんでやなかなかしいけどな。で、今日のお夜食、アスパラとかまぼこの塩炒め。かまぼこはね、ゆずきかまぼこね、ピンクのやつ、こんな感じ。だからね、アスパラとかまぼこの塩炒め。じゃあ今日の飲み物持ってくるね。今日の飲み物。今夜はね、安い発泡酒、トップバリューのやつ。トップバリュー、今夜はね、トップバリューね、塩入れると甘みが引き立つよね。トップバリューのこれでかいやつ、500のやつ、110いくらの。これ安くていいな。かまぼこ、アスパラ、ホイデビール、安くていいよな、本当な。はい、乾杯。かまぼこは買っとくといいよね、これね。いいだし、いい焼きだからね、かまぼこ入れるとね。彩りもいいもんね、あれ、赤いやつの炒めて、グリーンとさ、グリーンとピンクいいし、彩りもね。ああ、うまい。いいね、やっぱ安くて。バリューの最高。値段の悪くないよ、トップバリュー。これ、しいね、これね。桜ずいぶん咲いてるね。ずいぶんさ、もう8分咲きぐらいだね。結構咲いてる。満開近いですね。どうだろうね。週末で土曜日曇りだと終わった日にね、ぜひとも曇りね。曇りだとまあ山登ってね。曇りね。で、日曜日、今のところ予報はさ、ヤフーの天気アプリ見ると、土曜日曇りで、日曜日はさ、曇りと雨マークなんだよね。花見、だから今度ね、土日休みだとキャンプに行こうと思うんで、その時に咲く花見になるかもしれないね。そんな感じ。どうなるかな。今度ね、それわかんない。南部咲きかな。今日はね、アスパラとかまぼこの塩炒め。
彩りがいいようにピンクのかまぼこで。まあね、やっぱかまぼこあるといいな、話。あ、秋山さん、どうもね。今日はね、かまぼことアスパラの塩炒めです。で、ビール。何やん？あ、そうだ、この間ちょこっと言ったけどさ、 TBS のラジオショッピングでさ、あれ、豚バラの吊るし焼き豚っていうの買ったんだよ、あれ。あれ、今冷凍庫、あれ持ってこうと思って。一本持ってこうと思って。TBS ラジオ聞いてる人分かるかな？ちょっと前やってたから、あれ。一週間ぐらい前。あれ買ったんだ、僕。引っ張って。5、6000円払って。もうそれなんで、あれ一本持ってこうと思って。あれ、それをね、まあ玉ねぎは持ってこう、玉ねぎと一緒にいいじゃん。玉ねぎ炒めたところで、その豚、の豚バラの、まあ、煮豚かな、焼き豚か。あれを適当に切って、のうまいかなと思って。楽しみね。フライパンでさ、玉ねぎを適当に炒めてさ、それで味付けとして豚バラ肉で、豚バラの焼き豚でもいいかもしんないな。そんな考えてる。今もすごいから、冷凍庫に入ってんの。TBS の裏業ショッピングで。この間、消毒が来たやつ。うまそうだ。ライジオ聞いてたらね、すごいうまそうだったんで、もうライジオっ子だからさ、TBS よく聞いてたけどね、この間ね、聞いてたらうまそうだったんで、つい消毒が来て、これ、そのうちに1本、これ持ってこうと思って。豚バラつるし焼きってやつ。豚バラ肉。焼き豚。今日食わない？これ、今冷凍庫入ってるんで。山登るからね、このままカチコチ持ってっても多分ね、夜、昼過ぎにはいい感じになると思うんで、うん、大丈夫よ。山登った後、テント場でね、これと一緒に玉ねぎ、適当に切ったのと玉ねぎ炒めたりしようかなと。奮発した。うん。そのうちの、これが3本と、半端なやつがちょこっと一つあって。でも、かなり食いたいよ、これ一本でもね。楽しみ。今、冷凍庫入ってる。ただ山持って行くからさ、登ってる間、うん、これと、うん、お肉、玉ねぎも持ってく。もう玉ねぎも買ってある。玉ねぎ一緒に炒めようかなと、その玉ねぎと、で、味付けはこの豚バラの焼き豚の味でね。豚バラだから、これ白いの全部ね、これ、油だろ、固まってるの。今、冷凍庫入ってます。楽しみ。奮発したのよね。1本は1000円ちょっとかだから、1000円ちょっと。これは楽しみ。これを持ってこうかなと思ってます。今食わないよ。うん。じゃあちょっと閉まってくれ、冷凍庫ね。今の細長いのが3つと、おまけ的にこれ 500g の、これ持ってってもいいかもしれないね。もうすでに、あ、これにしようかな。 500g のガサバンないから、これ持ってってもいいね。そのまま豚バラ吊るし巻きの切り落としってやつ、あれは1本だけど、これは 500g のやつね。今度はね、丹沢、さっき最初丹沢のいつも言ってんじゃん、最近あれ。遠野岳に登ろうと思ってます。
これにしようか、やっぱ。これでもいいね。これ、一人で 500g でこれでもいいかもしれないね。これ1個で半分ぐらい。2回、2、3回分けてもいいかもしれない。玉ねぎ1個とね。これでも、あ、これ持ってこう。あれ。細長いのまた今度にしてね。明日、明後日か。これ持ってこうかな。ね、玉ねぎ持って。あと、ウィンナーいくつか持ってって。ウィンナー。もうシャーベース安い時だったら買ったの、冷蔵庫入って、冷蔵庫であれをシャーベース。と、アルトバイエルンか。あれ入って、あれ持ってって。野菜は玉ねぎ。かな。そんな感じ。玉ねぎ、最上個持ってって。うん、うまそう。これで決まり。これにしようか、やっぱこれ。切り落としの方、これか、これ持ってこうかな。こういうの2、3回分あるもんな。これにしようかな。これ切んなくても大丈夫だ、これね。これ塊のまま一周玉ねぎと炒めて。これにしようか。これ持ってこう。やっぱさっきの細長いのを置いといて、こっちの方をね、持ってこうかな、キャンプは。同じやつ。あ、さっき細長い塊で、これは切り落としのやつ。奮発しちゃった、今回。まあ、たまにはね。ああ、TBS ラジオよく聞いてるからさ。じゃあ、今度のキャンプはこれ持ってきます。ってか、山勝彦ね。山勝彦。じゃあ、しまっとこう。今日はね、アスパラと、今日はアスパラとね、かまぼこの塩炒め。うまいな。これでビール。これほんと手頃でいいよ、これ。安くて。500あっという間。ああ、うまいね。今度初めて場所だからな、本当。丹沢か。丹沢また行くかもしれない。丹沢行く。丹沢やっぱ小田急だからね。小田急ってすごいね、あれね。江ノ島線で海の方もあればさ、丹沢とか沿線に山があるからさ。休みの予定。一応予定では。まあ、休日出勤ってこともあるから、わかんない。それはさ、前日に言われるからね。予定では今週の土日休みなので、わかんない、まだ。多分休み。じゃあ、こんなやつ。ね、トップバリュー。お手頃いいよね、これね。これ500の分。うまい。アスパラとかまぼこの塩炒め。これ118円ぐらいかな。100、100、うん。
税込みで110いくら、110何円か、まあ120円しない、うん、お手頃でしょこれ、このサイズで、うん、さすがトップバリュー、安くていいよな、うん、クリアサイズだったらさ、あれ350の缶でさ120円以上するもんだね。やっぱトップバリューはいい。これ118円だったの確か、税込みで。うん、都心部にはさ、あれ製粉って結構いっぱいあった。あれは製粉は大英の連結子会社だったからさ、一緒に働いた。そのおかげでさ、これも買えるようになったわけだね、うん、都心部にだいたいね、製粉っていう職種にすれば2、30店舗あったからさ、あれも買ったんだね。スルーはしないよ、うん、空心は今日はしないよ、うん。うん、でも女の子はいろいろあるからな、うん、あーうまい、うまいね。セーフって知んないからね。はい、昔あって、もう買っちゃったけどさ、ダイエーの連結子会社で、東京の都市部にはあったの、食品スーパーで、セーフっていうのが。あれ、連結子会社だったから、ダイエーと一緒に破綻して、今、4軒になって。だから今、都心でもね、イオンのトップバリュー買えるわけ。はい、セーフのとこでね。はい、こんばんは。今日はね、アスパラとかまぼこの非常に炒めて、これ最後のかまぼこ、うん、ああ、うまい。一中さんどうもね。まあ、よかった動画でね、今日はね、もうアスパラとかまぼこの非常に炒め美味しくいただきました。もうで、今日はこれトップバリューのこれ500の缶1本。持ってないよ、別に肩。持ってないよ。ああ、おいしい。ではまた明日。もう今来た人。あ、ごめんな。またさきさん、どうも。もう30分ぐらいやったから、もう明日はもう仕事だからさ。今日はこの辺で。ありがとうね、一中さん、ピンサロさん、さやさん、どうもね。M さんどうもね、ちゃんゆきさんどうもね、あちやまさんどうも、どうも加藤さんもいいかな、どうもね、うん、じゃあこの辺でおやすみなさい。ああ松崎さんもどうも、今日も YouTube ライブね。あずさん、まあ今度歌うね、うん。批判はしない、僕は。ね、自殺だもん、あれ。自殺だもん、あの人は。電通の、あの子。死んだが死んでおめでとうでしょ、あれ。本当に自殺だとして、本当だ、あれ。他殺を自殺だった問題あるけどさ、あれ。本当に自殺だったら死んでおめでとうじゃん。自殺ってことは死にたくて死んだんだから。僕はそう思うよ、そういう考え。これ基本じゃん、あれ。自殺ってことはさ、死にたくて死んだんだよ、あれ。だから死んでおめでとう。間違いないじゃん。本当に自殺だったらね。おやすみなさい。もう今度歌う。自殺なんだか、あの女の子はさ、自殺でしょ。自殺、死にたくて死んだんだからいいじゃないか。だってさ、自殺なんだもん。自殺なんか自分で死んない、誰に殺されたわけじゃないんだよ。自分で死んだんだからさ、どうってことないじゃん、あの。今日もニュースであったけど、最近話題のアンジャ、例えばあれ、原発のさ、企画の人なんかあれね、あれ、死でよな、あれな、あの大臣ね。うん
自己責任とか言っといてさね、あの方が自然じゃん、ほんとそのあれ。じゃあ今日はこの辺でお休みなさい。じゃあまたね、また明日。いつも通り仕事から帰宅次第ね。じゃあまた、じゃあスティックも終了します。スティックもやってっからね、あれ。この部屋出るとスティックもやってます。ね、パソコンが複数あるからさ。ね、おやすみなさい。辛くてって言ってもさ、死ぬことしか選ばなかったら、そういう人間だと思わないか？ね。辛くてもさ、死なない道を選ぶ人もいるんだよ、あれ。死ぬことしかできなかったってことはしょうがないじゃないか、そいつ。ね。これ言い出してたら気がなくて、なかなか終わんないけどさ。ね。同じように辛くても死を選ばない人だっているんだよ、ほんと。で、その人は死を選んだら、自殺を選んだんだよ、自分で。どうしようもねえじゃん、そういう人間に対して。自殺なんかさ、誰に殺されないじゃねえんだよ、ほんと。辛くて、って言ったって、同じように辛くてもさ、自殺を選ばない人たちいるんだよ。ね。で、その高橋っていうのだっけ？その女はさ、新入社員はさ、自殺を選んだのがしょうがねえじゃんか。ね。おなぎするよ、僕。お股のことを思いながら、おなぎする。お年頃の女のお股、僕はね、今日こういう、水さ、当然ですよ。お布団の中でしこいて寝たいと思います。やっぱり、しごくてよく寝れるよね、ほんとね。じゃあ、今日はこの辺でおやすみなさい。生きること分かってないんだけど、一応、移動する人間は。絡んでないで大丈夫よ、僕は。いつも通りの。いつも通り。こうやって下僕はこれ、スマホの方でコメント読んでるからね。それでこうやってね。やっぱこのやり方いいね、やっぱスマホで。パソコンの方はさ、このワイヤーキャストの画面見ながらやって、映してさ、ね。もうそういう。じゃあ、今日はこれまた明日、絡んでないよ、大丈夫。今夜の酒はね、トップバリュー。では、おやすみなさい。ではまた。おやすみ。終わるよ。ではまた。おやすみなさい。僕はこういう人間。いつものようにさりげなく、お年頃の女の子のお股のことを思いながら、こんな風にやりました。おやすみなさい。はい。ではまたね。はい。終わります。あ、ちょうど何とか0時前に終わった。よかった。おやすみ。